ナットサクダトーン血液型は大型。大の俳優、歌手。視聴者参加型番組、トゥルービジョンのアカデミーファンタジア第4シーズンの優勝者である。2018年にタイで放送されたフレンドゾーンにて、サム役を務めたことでも有名である。タイのチェンマイに生まれる。一人の姉ダーリンサクデートルンがいる。チェンマイのモンフォートカレッジに8年生まで通い。 米国のニュージャージー州、ハイツタウンのザ・ペディスクールに留学。2001年のクラスのバレディクトリアンとして卒業後、ハーバード大学で経済学を専攻した。同大学で最も古く歴史のある混成アカペラグループのハーバード・オポチューンズのメンバーになる。同大学を経済学の学士号を優等で取り卒業した。その後、バークリー音楽大学で 音楽コースを一学期間受講し、夢を追いかけるために、タイに戻ることを決意した。アカデミーファンタジアに参加する前、ナットは、スリープレスソサイティのアルバムのプロデューサーに自作曲のデモシーリを送り、音楽業界で働く機会を得た。2006年に、有名なタイのデュオ、ゴルフマイク、ゴルフマイクの、で、バックボーカルを歌い、コロレン・ネマオジンの、の作曲を担当した。 タイ語、英語、日本語を話すことができ、中国語は少し話すことができる。ピアノを弾くことができる。ニックネーム、ナットに加え、彼のファンの多くは、ディズニー漫画のキャラクターのような幸せな笑顔でよく、知られているため、スティッチと呼んでいる。2007年3月より、アカデミー・ファンタジアの第4シーズンのオーディションを受け、最終選考まで行き、2週間のオーディションを続け、12人の、 ファイナリストの中から優勝した。2007年、AF4 出場者と共に、グループアルバム、X、トリム・アーミーをリリースし音楽のキャリアをスタートさせた。ナットはこのアルバムの中で、ソロとトリオで歌っている。アルバムプロモーションのため、12人の AF4 メンバー、全員と共に、全国コンサートツアー、X、トリム・アーミー・イン・コンセールを、バンコク、スラタに、 チェンマイで開催した。2007年12月15から19日、ナットと AF4 メンバーは、トゥルーファンタジア、タイ国際航空、アユタヤ銀行が主催する、タイエクスクルーシブトリップウィーズ a f 4 x トリムアーミーイン・北京に参加した。このイベントで AF4 メンバーは、それぞれのファンクラブを引き連れ、北京を旅行した。その後、ペプシエブリバディームーブコンサート、 ビッグシービッグラブコンサートなど多くのミニコンサートに出演したほか AF4 の他の男性歌手と共にペプシのプレゼンターにもなった AF4 の準優勝者であるトンワントンチャイ,インタラワットトナットは26周年記念のサドサップダマガジンプロジェクトスマートマンデューグッドに参加した2008年3月23日にサイアムディスカバリーとサイアムセンターの間の広場で ミニチャリティコンサートを開催し、すべての収益を大の小児心臓財団に寄付した。2008年3月25日に放送されたチャンネル5のバラエティ番組に出演した際にデビューアルバムについて触れ、ソロアーティストとしての彼の最初のシングルを紹介した。シングルはチッさやロサケによって書かれ、バナナボートによってアレンジされた。アルバムのタイトルは All You Need Is Love で、公式リリース日は2008年4月25日である。アルバムとシングルの宣伝のために、多くのテレビ番組やラジオにも出演した。このアルバムのセカンドシングルは、ナットが作曲した、である。2008年、ナットとインタラワット、ラチャペン・ヤームショング、ホイウィット・ビワン・クリリティ・カイオルン、パカモン・バニオプト、 アカデミーファンタジアシーズン3の勝者であるキアトコモール、ラタと共に日本を旅行するタイエクスクルーシブトリップウィズ AF インジャパンに参加した。また、トゥルーファンタジアとタイ国際航空はファンからの高い期待に応えるため2008年6月26日から7月2日までナットとインタラワットのファンクラブのための特別な旅行タイエクスクルーシブトリップウィズナット トールライブをシドニーで開催した。2008年6月4日、カルティエノタイのラブコレクションのブランドアンバサダーに選ばれた。同年7月14日には、インタラワットと共に、アユタヤ銀行のクルングスリーエローポイントキャンペーンのブランドアンバサダーに選ばれた。2008年7月25日、ダッチミルトップティーンアイドルで優勝。2008年11月に放送された。 ダッチミルのテレビ広告に出演した。2008年8月、蝶々夫人の山鳥公爵の役でミュージカルに出演。これはトゥルーファンタジアからの2番目の舞台であり、2組のキャストが設定された。ナットと同じ役の別のキャストはインタラワットであった。舞台を宣伝するために、ナットとインタラワットは上を向いてアルコーをカバーし、2008年7月4日に、 ミュージックビデオをリリースした。彼らは舞台ではタイ語版を歌った。ナットとインタラワットはイノベーションメイクスライフイージーのコンセプトの下でクルングスリーエローポイントキャンペーンを継続することにより2008年10月30日から11月1日にナット・トールザ・トゥイミン・ショーと題した初のフルライブコンサートを開催した。このコンサートは ライブコンサートとリアリティショーを組み合わせたリアリティコンサートで全4回で合計約4000人の観客を動員した。2008年11月22日、ナットの最初のロマンチックコメディドラマがモダンナイントブで初放送された。ナットはディスクジョッキーになるという夢を追い求める野心的な青年役を演じた。2009年2月23日、 スルービジョンの最新のリアリティゲーム番組ザ・マスターに出演する。アカデミー・ファンタジアの第5シーズンの出場者14人と共に100万バーツの賞金をかけてパフォーマンスした。2009年5月9日、ナットとアカデミー・ファンタジアの出場者7人はサイアム・パラゴンのロイヤル・パラゴンホールで行われたバチェラードリームコンサートに出演した。2009年5月13日から19日、 ナットは、インタラワットと彼ら自身のファンクラブと一緒に、ニュージーランドでのタイエクスクルーシブトリップに参加した。2009年7月29日、アマリンポケットブックプリンティングより、リーダーアイコン2009の受賞者に選ばれた。このことにより、ナットは2010年に、アマリンポケットブックより、最初の文庫本を出版した。2009年10月2日から25日、 自身二度目となるミュージカルに出演し、M シアターで上演された、ザ・レジェンド・オブ・リ・カイファン・チャリャングでシュナリムを演じた。ミュージカル、ザ・レジェンド・オブ・リ・カイファン・チャリャングは、第のバンドの曲がメインのジュークボックスミュージカルで、トフ・クラムとワークポイント、トゥルー・ファンタジアの共同プロデュースであった。このミュージカルは、観客の反応が良かったため、2010年1月15日から17日に、 再上演された。2009年10月10日から12日、テレビ番組、ジョージャイでターク県に赴きチュラタマサットスクール3学校を改修するための資金集めに協力する。これは、クラングスリーイエローポインツキャンペーンの一環であった。ナットは、資金集めに協力するだけでなく、実際に学校に赴き、彼自身も改修を手伝った。 2010年1月15日から17日、ミュージカルザ・レジェンド・オブ・リカイ・ファン・チャリアングを再演。これは2009年10月に上演されたもので、後に、タイで人気のソーシャルウェブサイト PANTIP.com のベストプレイ・オブ・ザ・イヤーで、シュリーム・クラング賞を受賞した。2010年1月30日、タイランド・カルチャー・センターで開催されたコンサートにゲスト出演をし、フワンハー。 の3曲を披露。フワンハーは、というアルバムの中で4人の人気歌手がそれぞれ歌ったものが収録されている。トゥルー・ファンタジアレーベルを離れて初の大きなコンサートだった。2010年2月13日、ナットとアカデミー・ファンタジアの仲間であるパチャ・アナキュワットはセントラルワールド・プラザで開催されたバンコク・ジャズ・フェスティバル2 0 1 2に出演。 このフェスティバルは2月9日から6日間開催され、世界レベルのジャズアーティストと共演した。2010年2月20日と21日、タイランドカルチャーセンターで開催された、フィッシュトレーソングプロデュースのワンスイン、A ライフタイムコンサートに、ゲスト出演し、ザワンユーラブと、アイニードツーノーの2曲を歌った。他アーティストは、アジャルンタナススリーキルディ、ニシポンホーネック、 ポットモダンドック、ビーピリッパと、ベンチャリティスそして、ラドクラオ・アマラディーズといった、タイの有名な歌手やミュージシャンが参加。2010年4月30日、1枚目のシングル、メイミー・プルングニーが発売。この曲は、アカデミー・ファンタジアの6人の全受賞者の曲が2曲ずつ、収録されているアルバム、ザ・ウィナーズ・プロジェクトの中の1曲である。メイミー・プルングニーはナット自身が作曲した。 2010年6月26日、大国立劇場の有名な元クラシック歌手、ラングルディ・パンポンサイが主催したクラシックコンサートでゲストの一人としてヒット曲、メイミープルングニーを歌った。2010年7月25日、t b プールマガジンが主催する t b インサイドホットアワーズでメールホットアーティストアワードを受賞。2010年7月30日、著書名。 あらゆる角度からすべてを見るを初出版し、歌手兼作家としての地位を広げた。この本は、リーダーアイコン2009アワードを受賞した、アマリンポケットブックパブリッシングで出版された。2010年8月22日、ナットを含むアカデミーファンタジアの優勝者6人が、バンコクのインドアスタジアムフアマークで開催された、コンサート、クラングスリー最初の、 3D コンサートマイナス優勝者の勝利に出演。タイでは史上初のコンサートで後に 3D 映像となった。2010年9月22日、アルバムザ・ウィナーズ・プロジェクトの中の曲ナーティーニア・ウンガンが2枚目のシングルとして発売。2010年10月下旬、クラングスリー最初の 3D コンサートマイナス優勝者の勝利から、 タイで初の 3D 映像のコンサートとなる勝者の告白が発売。2010年11月20日、ナットとザニが M シアターで開催されたコンサートクラングスリープレゼンツミスターナットミズザニに出演。会場の800席はアユタヤ銀行とセントラルクレジットカードの顧客で埋められていた。2010年12月26日、 タイランドカルチャーセンターで開催されたフィッシットレイソングプロデュースのワンスイン A ライフタイムコンサートにゲスト出演した2011年8月に2枚目のソロアルバムをリリースする予定で歌手としてのキャリアに注力し続けたまたこの年にはコンサートやミュージカルが予定されていた2011年3月25日最初の著書が 教育賞から12歳から18歳の子供向けフィクション本の賞を受賞し再販された。2011年1月23日、ナットとソニーミュージックの歌手、ダンワ・ラブエッジがコンセール、カバーナイトプラス、モアザンラブバイグリーンウェーブに出演した。2011年3月、ナットと彼の AF の仲間は、 サンダードームで開催されたアユタヤ銀行による AF コメディショーマストゴーンに出演した。2011年4月19日、ファーストシングルが361度夏アクデートルンのアルバムより発売された。2011年4月25日、SF ワールドシネマでゲット1 0 2 5のゲットザコンセール、マイオリジナルサウンドトラックに出演し、AF の友人である。 パチャーナキューワットと2曲のソロと1曲のデュエットを歌った。2011年5月、ダンキンドーナッツタイランドは、ナットとインタラワットとセハレットナルアクピチャーンチャイをキャンペーン DD2 のプレゼンターに任命した。キャンペーンは年末まで続いた。2011年7月10日、AF4 のメンバーと共に、アユタヤ銀行によるコンサート AF4 リステージコンサートを タイジャパニーズ・スタジアムで開催した。2011年8月9日、セカンドシングルがアルバム361度夏作デートルンから発売された。2011年9月3日、チャンネル V ・タイランド2011ミュージックビデオアワードの男性人気アーティストを受賞した。2011年9月9日から25日、人気のニューヨークのブロードウェイミュージカルをもとにした。 第5版のフェーム・ザ・ムシカルでニック・ピアッツァを演じた。2011年12月7日、アルバム361ドナット・サクデートルンからセカンドシングルはラジオ局やテレビ、ケーブルテレビの広告と音楽を監視する独立系企業であるインテンシブ・ウォッチからナンバーワン・ミュージック・チャート2011年11月賞を受賞した。2012年、 トゥルーファンタジアとの契約を更新しないことを決定し、GMM、グラミーのレーベルレコードの一つであるミュージッククリームと2012年10月1日から5年間の契約を結んだ。流氷ダット、ETC、バックツーベーシック、オーバーコート音楽祭2012、シルバーレイクジャズフェス2012の2010年の主なチャートインチャンネル V、トップ100メガボルト、 ポピュラータイソングオブザイヤー2019位79位トゥルーミュージックトップ100オブザイヤー2010タイインターナショナルソングチャート3位20位トゥルーミュージックトップダウンロード2010年トップダウンロードタイソングオブザイヤー2010チャートフローム40バンコクサバーブ FM ラジオバイインテンシブウォッチ15位バージンヒッツ100カウントダウン17位 56位 EFM94 トップエアプレイオブザイヤー31位 OK ラブトップ100オブザイヤー2011位32位ブームヒットステーションチョンブリトップ50オブザイヤー2014位 MC ラジオサミットサーコーントップ25オブザイヤー2012位ヒット100ソングオブゼット FM スラト1位4位ありがとうございます